ようございます、お久しぶりです。米半です。今日は岩清水八幡宮ということで、今山を登ってるんですけども、山の山頂の方でですね、御朱印帳を買ってみたいなと思っています。空いてるかな。現在の時刻がですね、9時半ぐらいなんですけど、人気はあんまりないんで、ちょっと空いてるかわかんないですけど、行ってみてちょっと確かめようかなと思っているところです。今このね、投稿ちょっと途絶えていた、この間にですね、誕生日を迎えまして29歳になったんですが、山登りをねあんまりしないので、山登りねあんまりしないので結構早速疲れ始めております。まもなくですね、到着なんですけど、蛇に出くわしたんですが、ちょっとね、一緒に登ってる、一緒に同じ場所を目指して登っている方々が先に驚かれていて、写真撮影をね、してあったんで、スルーをしてきました。結構でかかったです。むちゃびっくりしてありました。よいしょ。叩いてきました。これちょっと後で見せます。今ですね、裏参道の方を降りて、山をね下っています、結構ですね階段が急なんですが、まあ、ちょっとねカメラでは伝わりにくいんですけど、結構こんな感じで、はい、なかなかね下りは急なので、表参道から帰るっていうやり方もあるみたいです。はい、ちょっと車に帰ってから、御朱印帳を開けて皆さんにね紹介したいと思ってますが、初めてのね御朱印帳を買うということで、結構ねなんかいいやつをね買ってみました。あと御朱印帳入れる用のね袋も買ってみたので、それも後でご紹介します。もう一つ別の種類で今日買ったやつと違う種類があったりもしたんですけど、それはね、ぜひ実際に登ってみて見てみてください。そっちのデザインもなかなかねかっこよかったです。山を登るってね、大変ですけど、降りるのもね結構気をつけないといけなくって、階段がねずっとあるんですけど、これね膝とか
足の、まあ、すね、ふくらはぎがガタガタ言うぐらいのね、階段の感じなので、ちょっと気をつけてね、登られる方は降りるときは無理せずゆっくり降りた方がいいかもしれないですね。毎年ね、1回か2回ぐらいはですね、岩清水八幡宮に登って、降りてますけど、いつもあのケーブルを使わずね、歩いて、登るのも降りるのも行ってます。結構ね、こう自然の中を歩けるので、これがね結構僕は好きですね。はい、はい、こんな感じで結構裏参道はずっと竹林というか森というか林というかこんな感じです。ですね、気をつけないと、この時期はですね、まだ蜂がいますので、まあ蛇もそうですけど、蜂結構ね、スズメバチレベルの、蜂がいるんでね、ちょっと気をつけないと、僕は、今日だけでもね、2回ぐらい襲われそうになりました。はい。ちょっと焦りました。今ちょっと走って逃げてきたとこです。はい、車に帰ってきました。ちょっとね、遠足かな、子供たちがむちゃくちゃいて子供の声が聞こえてるかもしれないですけど、はい、これからですね、ちょっとさっき買ってきた、御朱印帳、これ開封していきたいと思います。はい、これですね、袋御朱印帳のね、入れる袋を買ってきました。結構ね、可愛い感じですね。はい、開けていきます。はい、見てください。すごいなんか豪華な御朱印帳で、これをね、買っていただきました。はい、これ、ですね、1ページ目にね、御朱印入れていただきました。八幡の、はい、迫力のあるね、御朱印、初めての1枚を、ここに入れていただきました。はい、ここからですね、まあどん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 ね、次のページと入れていきたいと思います。まだね、作法もあまりわかってませんが、いつかね、また更新したいなと思っています。かっこいいですね。はい、こんな感じでずーっと裏参道の方はね。